俺はずっと追いかけていたもんをやっと掴んだんです。でもいざ掴んでみるとそんなもんは俺が思っていたより大したことなくて、もしかしたらこれから俺がまた何か違うもんを追いかけて掴んだ時も、追いかけてた頃の方が幸せだったって思うんじゃねえのかって。そんなのクソじゃないですか。